えー、こんにちは、即家塾のこ保です。まあ、ピンチの時こそね、人にはその本性が見えるって言いますけども、ピンチの時こそ、日本のね、政権の実力が問われますね。まあ、今ね、日本が未曾有のピンチになった時に、まあ、いろんな問題ですよ。感染症のこともあるし、まあ、あの、不況もあるし、デフレもあるし、もう、尖閣諸島もあるし、内遊外観というのはこのことですよね。 で、これからね、少子高齢化にもなってきて、未来のエネルギーにもなかなか期待できないときに、どうすればいいのかなっていうね、その大事な舵取りの、その政権がですね、今はね、とんでもないことをやってると。前回の動画でもあげましたけども、はっきり言って菅総理、もう打つ手がありませんって言ってるのも同然なんですよ。まあ、こんなね、あのー、何やってんでしょうね、ほんと。で、皆さんのコメントこれからね、あの、私あの、読みますんで、一緒にね、もう、怒りを発散しましょう。で、今度ね、あの、ちょっとライブを考えてるんですよ。このライブは、 何か実りなるものをやろうっていうことではありません。ただね、もう今こんなに困ってるんですっていうのをちょっとね、お互いに交換し合って、で、まあそれをね、なんか私も皆さんの辛さとか苦しみとかを知って、ちょっとね、自民党の事務所の方にね、あの、届けに行こうと思うんですよ。私の言葉でね。こんなになってますよ。世の中こうですよ、みたいなことでね。 まあ私の地元にも自民党の事務所が二つ三つありますので、その中で一番活動してると思われているところにちょっと行って、可能ならね、あのー、YouTube の対談動画を、まあ私なんかがやらせていただけるかどうかわかりませんけども、単なるね、弱小の YouTuber でございますんで。まあちょっとそれでもね、まあ、あのー、言いたいことも結構あるんで、個人的に。ちょっと対談を可能だったらやらせてもらってね、その若い20代とか30代の議員さんと話させてもらって、うーん、まあなんかね、それが、 まあ、どんな効果を生むのか分かりませんけども、とりあえずね、やることが思いつかないんで、ちょっとね、やらせてください。そのぐらいは。<laughs> あの、コメントを書いたりとか、YouTube 動画を作ったりとか、官邸にメールをしたりとかね、いろんなところに電話したりしますけども、もうね、これはね、皆さんの怒りと悲しみと憤りをうん、自民党に届けざるを得ないとな、な私は思いますんで、ちょっとね、話に行ってきます。だから皆さん、今度ね、ライブ放送、もし私が設定したら、すみません、一人でもいいから来てください。 結構最近はね、50人前後来てくれるんで、コメントがブワーって出るんですけども、そんな感じでいいですから、あの、どんなに困ってるのかとかね、どうすればいいのかとかね、あの、はっきり言って、まあ、政権に言いたいことあるでしょうけども、文句の一つもね。でも、できれば、あの、まあ、なんですかね、えー、けなすんではなくてね、追い落とすんじゃなくて、お願いをみんなでしていこうかなと思ってるんですよ。こうしてください、みたいなね。うん、なんかできないかなと思ってますね。私も今日はね、ちょっと多少、 あの、なんか気持ちがこう揺れてるというかね <laughs>、荒れってございますけども。じゃあ、コメントの方読まさせていただきます。それじゃあ、よろしくお願いします。はい。ではですね、えー、コメント欄を順番に読んでいかせていただきます。えー、これね、もう何もしなかったらテロするしかないよと。ああ、過激なこと書かないでください。これ削除されちゃいますんでね。まあでもね、本当にそんな気持ちの方もいるでしょうね。これひどい話だと思いますよ。えー、クリスタルソーダさんは、 えー、自粛自粛っていうなら給付金を支度しろよ本当ですよね私たち国民をごみ扱いするのもいい加減にしろ私もお怒りごもっともです分かります、えー、佐藤聡さ,さんいつもありがとうございます菅総理大臣は口先けだけですねさすが束の間の総理大臣です麻生氏からあ反対意見聞いて国民の意見聞かないでしたら来月の参議院選挙を誰にも投票しないいかない国民の怒りを表したらよいと思います いやーなんかね、何を本当に怒りをどうやって示せばいいのか私もね、本当ほど困りますよ。レッドブルさん、おーどうもどうも、お給付金を出すって決定しただけでも自殺しようとしている人が救われるかもしれないのにな。そういう方向で頑張るなら口だけじゃなくもっと迅速に判断してほしいよ。本当ですよね。あの、一日一日命がかかってるってことをぜひ忘れないでほしいですね。ひろしさん、もうね、呆れています。好きなのにしたらいいんじゃないガースにはほとんど呆れ替えました。 あの、本当に私もね、菅総理を応援する気持ちではいたんですけども、もうなんかやってらんないなってとこですね。まあ、けどどうすればいいんですかね。もう、次女の奇妙な冒険、まさにその通りですよ。えー、民福さん、福民さんですかね。えー、投票の改ざんもあるのでは、そう疑いたくなっちゃいますよね。コメントありがとうございます。えー、今井幸男さん、必ず暴動が起きますよ。ドローンもあるし、これね、あの、冗談じゃなくて、それを、 あの考えてる。要するに無敵な人っていうのが結構今できてるじゃないですか。仕事もなくって、お金もなくって、もう家庭もなくてね、自暴自棄になっちゃってる人。そういう人がなんか集まりつつあるってこともあるんで、これがね、なんか内戦とかテロみたいな危険な方向に向かわないでほしいなと思うんですけども、ちょっとね、あの、何なんでしょうね。えー、デコボコさん、本当に操り人形みたいな主張だと思います。いやーもうなんかね、ぼーっとしてて、うん、何と言いますかね、もう、 ちょっと出てこいって感じですよね。本当に。ちゃん、ビビさん。みんなよく考えてね。世間は暮らしてくれないからね。世間とか世間体とかそんなこと全然関係ないから。日本国民が何人死ぬのか関係ないから。ああ、ほんと。とんでもない議員立法が提出されている。義務を伴わない外国人に。議員立法。これちょっと後で読んでみようかな。これなんだろう議員立法。ちょっと今読んでみますか。ああ、ちょっとリンクですね。すいません。議員立法。ちょっと後で見させてもらいます。すいません。ありがとうございます。えー、高橋さん。 とりあえず、定額給付金が欲しいです。これね、ほんと切なる思いですよね。私も今日ね、しっかりとね、あの、苦情のメール、電話入れさせてもらいました。給付金の話すらないという事実。いや、ほんまですよ。だからね、あの、誰でしたっけあの、公明党の、うん、あれですよね、政調会長が15兆円、20兆円必要だっていうふうに追い打ちかけてましたよね。うん、これね、なんか、 あれですよ、安藤さんとか、西田議員とか、ちょっとね、殴り込みですよ、もう本当に。<laughs> えー、玉さん、日本人を滅ぼすための政治ですから、将来、ウイグルチベットのようになります。とんでもない議員立法が、いやー、不吉ですよね。本当でも、そういうふうにね、考えざるを得ないところまで来てるんじゃないですか緊急がないにしても、時間短縮あっても良い方。うん。はい、そうなんですよね。あの、山城さんですかね、何と言えばいいですかね。直江山城森。 さん <laughs> すみません、読み方が下手,く下手くそで。あの、お怒りごもっともです。私もね、なんかちょっと表現に困るんですけども、うん、これね、動画削除されてもいけないんで、ちょっとなんか気持ちは分かってください。ひ,ひどい言葉をぶね、菅総理にぶつけたいなと思っちゃいました。あなたが総理大臣になったら言い,いと思います。おお総理大臣、誰だろう。千秋さん、誰が総理大臣になったらいいですかね、これ。え、千秋さん、それはおっしゃる通り、黙れ、どっちの意味ですか。うん なんだろうちょっとすいませんわからないですね。えー、2番っとすまませんわかりませんんかりこちら「とんでもない銀立法」あまた書いてくださったんですね。後で見ますんですいません。えっ、ー、と次ですね。なんで矛盾に気づかないのってか見て見ぬふりなのね素人だって数字を見て波が来たなと感じてるし医師会の方の言葉を聞いていないのかな 緊急事態宣言出してもおかしくないレベル。給付金を出して一度落ち着かせて流れを見るとかできないの。GoTo は止めるんじゃなく、一時延期とかするとかして国民の命と医療従事者の命を守ろうよ。全部国民に丸投げじゃないですか。危機感を持ってとかそんなこと言われなくても危機感を持ってるっていうのは本当ですよ。これ以上、個人に何を求めるの金銭的な不安を募るばかり、お給料は減る、ボーナス出ない、年越しできない。朝の菅さんのコメントを聞いてこの人大丈夫かと思ってしまった。あんまりにもね、危機感ないですよね。 本当に、つか、塚子さん。もっと怒ってくださいよ。私もね、もう怒り張り上げてますよ。はい、ゆかりさん、どうも、すみません、声を荒げちゃって。久保さん、お疲れ様です。最近、お人様の考えが理解できないのは私だけじゃないですかね。<laughs> <laughs> えー、お役人様ですね。お役人様の考えね。切羽詰まった人たちの悲しい事件が起こらなきゃ。あー、本当ですね。これね、結構起きてるんですよ。あの、何ですかね。どっかね、あの、 スペインかどっかの方だったと思いますけどもあの公園かどっかにあの生まれたばかりのお子さんをね遺棄してしまってそのお母さんが捕まったんですけれどもうん、なんかやっぱり自主生かなんかだったんですよね帰国もできないし保証のお金も出ないし仕事もないし知り合いもいないしそんな中で出産をしてしまえばそれはねもう不安になると思いますだからこのお母さんのこと私はね、あのー、生まれたばかりのお子さんを遺棄してしまって殺してしまったんですけども なんか責められないような気がするんですよね。うん。だからこういう風なね、すごい悲しい事件が、まだまだ起きてますよ。うん。だからこういうことにならないように、現金給付だったのに、もうね、サボりたくって金をくれって言うわけじゃないんですよね。もう政府の意向に協力するから、そのための報奨をってことなんですよね。本当にもう。たま、たまさん、お疲れ様です。せっかくの平田様の行動に溝を刺すようで、言い難いのですが、本当かどうかありませんが、官邸にメールしても、一括ポチッと全部消されてるとか噂ですけど、はい。それも覚悟で、でもやるしかないですよ。 他に何をしろっていうんですか <laughs> 私はね、自民党の事務所とかね、もう行く覚悟でやってますよ。自民党、まあ、地元の自民党の事務所ですからね。そろそろメールとかではなく、デモとか覚悟しないと。いや、デモはね、やっぱ暴力は私はそこまではできないですね。議員立法で外国人優遇の言い換えれば、外国人のための日本人が外国を税金で楽をさせるためのとんでもない立法が提出されています。私も外国籍取ろうかな。<laughs> 日本が同例のようになり、将来ウイグル人のようになります。 うん。あの、言われてることはね、ほんとそうだと思うんですよ。これリンク後で見ますんでね、お怒りと危機感がもっともだと思います。私も同じ気持ちではあります。このまんまね、あの、ひどいことを続けていくと、悲しい人がどんどん増えてね、もう自暴自棄で道連れにっていう考えにもなりかねないんですよ。よくアメリカで、なんか暴動とかテロとか起きたら、あの、店がね、襲撃されてるじゃないですか。あれが日本でも起きるんじゃないかなと思いますよね。その辺の商店とかで、 あの、高いものね、ブランドものとかを取っていく人とか出てくるんじゃないかな、集団で、ト遠トクんで。そういうことにならないように、あの、ぜひね、菅総理、もうここはね、現金出すしかないですよ。うん。えー、キーのまさかりさんも本当ありがとうございます。目の前で自爆テロとか、ちょっとこれ、過激な言葉ちょっと私読みませんので、すいません。あの、見てるんですけども、声には出せませんので、ご容赦ください。読んでますからね。グズる首相と、誰麻生を拘束して、ロボトミー手術。<laughs> いつもながら鍵でございます。はい。 できるなら、送りたい。こんなバイクを癖い気がないよたまさんなかなか言いますね。<laughs> はい、じゃあ、ポチポチっとやっていきます。えー、この原舞さん。今日の久保さん、毒入ってて最高。みんなイライラ募ってますね。<laughs> 本当に。え、そうですかまたなんかえ、イライラしましょうか。<laughs> 怒りのライブ放送でもしましょうか、今度ね。あ <laughs>、払い捨ライブ放送。まあ、払い捨てしてもね、なんもなんないんですけどもね。えー、森野大樹さん。とりあえず YouTube や Twitter を利用したくさんの声を国会議員に聞こえるような動きをやっています。そうですね、私もそうです。某政党の党員なんですが、政党関係なく。あ、そうですよね。特に現状厳しい人。年末かなり厳しくなる人たくさんいる。本当その通りでございます。実際、給品100万に対して前向きな返答する人、国会議員いないですよ、と。うん。まあ、そうですよね。 でもね、本当こういうふうなコメントで私たちは、あの、共感し合えると思うんですよ。それがね、暴力的な行動ではなくって、あくまでも非暴力で、でもしかもね、あの、胸をえぐるように届けられればいいなと思ってます。いろんな人の要望により、公明党や立憲、共産党からも、社会福祉協議会の貸し付の再延長を要望して、結果、待ちらしいけど、ああ、なるほどね。国民が声を上げるか、これが政府を動かす唯一の方法だと思う。 うーん、なんかやっぱりね、国会議事堂の前で、もう10万人デモとかになってくるのかなと思いますし、どうなんですかね、自衛隊がクーデターとも起こすみたいな噂は飛んでないですか。この議員立法ね、後で読みますね、玉さん。本当ありがとうございます。政治家の無能さんに頭が痛い。私もです。これを機に国会議員の反言を強く訴えます。何も知らないの。いりません。税金の無駄遣いあの、はっきり言ってね、りょうさん、国会議員いらないですよね。なんか、 頭数だけでいいみたいな。それこそ国会議員は AI の方が優秀で人に寄り添ってると思うんですよ。どうですかねちこさん。毎月国民一人一人に給付金配るべき。ドンパチしましょう。いや、ドンパチそうですね。<laughs> はい。えー、なんと言いますかね。過激のことはすみません。私、声に出せませんのですみません。読んでますけどもね。あ、イエモンさん。えー、菅政権は全政権よりむちゃくちゃだ。それはね、あり得ます。 あの、安倍総理が後ろで手を引いてるんじゃないかなと思いますけどね。えー、村上さん、もう毎日電話してるのにメールもしてます。人事、それでもダメなら少し考えます。私たちに嫌なら自殺しなさい。もう意地でもお金出してもらいましょう。私はね、もうなんか他に打つ手があったらやりたいんですけどもね、ちょっと思いつかないんですよ。電話、メール、動画で拡散。このぐらいですかね、私ができる抵抗は。なんかいい方法ないですかね。うん。 え毎日官邸にメールしてるけど、おっさたらし、めげずに官邸にメール、送り、しまくりますよってことです。トクトクさん。本当それしかできないと思います、私たちは。私も週3ぐらい出してます。たまに遅れて、拝見しましたメール来て終わりです。ムカつくときは一日に複数送ります。あー、やっぱ電話がかけられればいいですね。そろそろデモとかして実力行し、とんでもないことになりかけていると。議員立法ですかね。あとで読みますんで、すいません。ホワイトハウス公式声明が出ていると。あ、本当ですかえ、日本は終焉を迎えている。不吉ですね。 GoTo でのコロナ感染拡大はない因果関係はないって強引に進めたのに北海道はコロナ感染これね北海道は GoTo の影響ですよだから即刻やめるべきと思います小学生でもわかります本当その通りですよね。 えー、批判中は人を動かせない。久保さんも公明党にメールしたら、よ、よ、ようさん。はい、わかりました。公明党ね、私の家の裏に住んでますんで、ちょっとお話に行ってきます。明日、行ってきます。えー、GoTo はあ、猫の道さん、GoTo は2回の意向があるので、誰も止められないと、オリンピックの下地と思っている。あそれはね、確かにそうなんですよ。もうね、2回さんとかね、邪魔ですね。<laughs> スモールラピットさん、飲食店、旅行会員に助けようと始めたキャンペーンは愚策でした。逆に追い込んでますね、これはね。 実際に中小の一切恩恵を受けられてないその通りです恩恵を受けてるのは大企業のほとんどですよねうんいまいしいですねやっぱりねこういうことを考えるといやーね喉が渇いちゃいますよちょっと怒りでね実際にだから GoTo の恩恵はもう、まあ、大手が受けてるわけでしょで大手もなんか受けきれてないみたいですよねでやるんじゃなかったみたいな声がだいぶ漏れてきたんですけどもとにかく中小とか個人商店はそのまんま何の補助もなくね潰れていくだけと で、周りの大手がお客さん入ってるのにうちだけ来ないな、みたいな感じでね。すごくなんか、寂しい思いしてると思うんですよ。で、この時期にね、旅行バンバンしたいって方も、もうね、さすがにいない、いないと思うんですよ。1ヶ月前とかだったら別なんですけども、今は本当に全国的に明らかにこれ GoTo のせいだろ、みたいなね。それ以外だから要因がないですよね。何なんですかね、それ以外の要因っていうのは。完全にこれ GoTo がプラスオンされたから、それによって人間のこのね、行き来があって、そこに感染拡大っていうのが起きたわけなんですよ。で、 東京も、どんどんね、あのー、感染者増えてるのに、なんか東京アラートっていうのは全然発動しないし、で、大阪の吉村知事も、なんか都構想みたいなことをね、なんか無駄なことやってて、で、時間と労力そこに費やしてたんで、あれ、感染防止策が、あれでできてなかったんですよ、要するに。っていうふうに見るしかないんですよ。うん、だから要するにね、あのー、まあ、上級国民の皆様は、 あの、早くもう奴隷たちには死んでくださいみたいなことでね、私たちをそう、な、なんだろうね、養分にしようと思ってるんでしょうけども、そうはいかないぞ。お前もしぶとく生き残ってやるかなって、私は思いますけどもね。えー、ちょっとね、あの、いろいろと言葉が悪くてすいませんけども、言葉悪くなくちゃいけないでしょ、こういう時は。あ、ここに書いてますね。上級国民だけを優遇されるっていうこともいりませんね、と。うーん、なんでしょうね。その専門家という人がね、どんな専門家なんだよって話なんですよ。うーん。 で、あ、そうだ、偽物太郎さんもコメント書いてくださってるんですけども、あのカーソルがね、下に、すいません、今回行かないんで、ご容赦ください。ちょっともうちょっと下まで行きたいんですけどもね、偽物太郎さんのコメントが、なんとか入んないかな、えー。どうですかね、これで。あー、入った入った。注意だけで収まると勘違いしてるおじいちゃん、ボケしてるんですか、お前そうなんですよ、なんかね、注意をするとかね、高い緊張感を持ってやるとかね、うん、なんか子供の作文じゃないんだって、もう。 おなんか、その、こういう人に私たちはね、権力を持たしてしまったっていうのも本当、生涯唯一のこうミスですね、私たちとしても。いやー、なんか、あれですね、すっとしたっていうよりもね、不安が募っただけですね、これはね。皆さん、もう、これどうしましょう <laughs>。怒ってるだけでも何も進まないんですけども、怒るしかないなっていうところですよね。はい、えー、いかがだったでしょうか。まあ。 そういうことでございます。私もね、皆さんのコメントこういうふうに読まさせていただいて、今日は口に出しましたけども、普段はね、心の中で、そうだよな、わかるわ、みたいな感じで共感させてもらってます。で、結構ね、勇気をいただいてます。皆さんのコメントに。あ、こんなこと思ってるの自分だけじゃないんだとかね。あ、こういうふうな見方もあるんだなってことで勉強にもなってますんで、あの、特別性が急金はちょっと期待ができないところもありますけども、だからこそ私はね、活動をやめません。期待できないからこそ、もう、 何としてもね、そのチャンスを手繰り寄せてやろうぜっていうね、意欲に燃えておりますんでね。まあ、これからもよろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。